皆さんこんにちは。岡ですね。JR 西日本大阪府大阪市新大阪駅に来ております。ただいまの時間午後10時過ぎということで、もう間もなくですね、終電の時間が刻々と近づいてきています。まあ、この時間帯に新大阪にいるということで、今からまた列車に乗っていくんですが、本日利用するのは夜行列車ウエストエクスプレス銀河号になります。僕のチャンネルでもですね、今までウエストエクスプレス銀河何度も取り上げてきたと思うんですが、まあ、紀南銀河、いわゆるその大阪京都から新宮方面に行く銀河号ばっかりだったと思うんですよね。で、今回利用するのは山陰銀河になります。京都21時15分に出発して新大阪、大阪を経由して、そのまま東海道山陽本線を走り岡山で、岡山から、そのまま、ね、山陽本線で倉敷から伯備線に入り、米子から山陽本線を通り出雲市まで運行される山陰銀河に、ね、ちょっと今回乗っていくことになります。始発の、ね、京都から乗ろうと思ってたんですけども、ちょっと今日、ね、バタバタしていて、あの始発の京都駅からは乗れないんで、この新大阪駅から、ね、乗車することになります。新大阪駅の9番線から銀河は出発、京都21時15分に出発して、まあ、新快速とかサンダーバードとか、ね、通常の列車だいたい30分ぐらいでこの新大阪まで来れるんだけども、銀河号は、ね、途中茨城かな、そのあたりで、まあ、運転停車というのを行い、後続の列車に道を譲ります。なので京都から約1時間かけて、ね、この新大阪まで来るんですよね。新大阪には22時7分に到着して、22時17分新大阪駅では約10分停車時間というのが用意されています。出雲市行きのウエストエクスプレス銀河、 JR 西日本がですね、2020年頃より運行開始させた、気軽に乗ることができる長距離列車ですねになります。本当に安くて、まあ、今回リクライニングシート、まあ、一番最安の設備利用するんですけども、乗車券と特急券だけで乗れます。寝台料金とかそういうのは一切ありません。寝台特急ではなくて、あくまで夜行列車なんでね。で、今回座席のリクライニングなんで、だいたい特急料金3000円ちょいなんですよね。なので、なんぼだ、乗車券と合わせて1万円ぐらいで、京都や大阪から出雲市まで行くことができます。一番高い、グリーン個室、こちらも以前紹介してますけども、グリーン個室を使ってもだいたい2万円ぐらいで、2万かからないかな、1万多分7000とかで、京都大阪から出雲市まで行けるので、めちゃくちゃ安い、もうとにかく安すぎる、コスパが良すぎる列車になります。今回ですね、初めてリクライニングシート乗るんでちょっと楽しみなんですけどもね、こちらの設備で行きます。よろしくお願いします。お待たせいたしました。9番乗り場に22時17分発ウエストエクスプレス銀河出雲市行きが6列で参ります。あの席から次の3列目まで。やっぱりね、京都とか大阪から乗る人が多いのかな。新大阪から乗る人ほとんどいなさそうです。山陰銀河の夜行列車はね、おそらく車内販売ないと思うので、飲み物とかね、お菓子とか買いたいんだったら乗車前に購入しておいた方がいいです。117系の6両編成、もともとはですね、新快速とかとして活躍していた117系の車両をね、夜行列車仕様に魔改造しちゃいました。今回は3号車になるのかな。一応ね、今期は関西から出雲市方面の銀河号に関しては週2日運行されます。火曜日出発と金曜日出発かな、火曜日じゃないわ、月曜日出発と金曜日出発かな。新大阪駅の9番線に銀河が止まってるの僕初めて見ました。よく利用するね、新宮行きの銀河の場合は、新大阪を出ると大阪駅地下ホームに向かうので反対側のホームに止まるんですよね。あの遥か号とかが止まる方。この列車はこの先も東海道本線走っていくということで、9番線に到着しています。やはりですね、ホームにいる方、まあ、鉄道マニアじゃない方もですね、まあ、この列車すごい目立つので写真撮られている方が結構多いですね。まあ、一時期はですね、切符取るの本当大変だったんだけども、今はね、もうかなり運行本数も増えましたから、運行回数も増えたしね、リクライニングとかクシェットだったら割と当日でも簡単に取れます。僕も先切符買いましたからね、本当当日もう発車の、ね、10分前とかにでも思い立ったら、ね、空席があればパッと買って乗ることができる夜行列車ですから、真面目に素晴らしい列車ですよ。ちょうど新快速が来ましたね。まあ、この先も東海道本線走っていくわけでして、列車本数かなり多いです。まあ、この列車一応特急ではあるんですが、後続の新快速とか特急列車に抜かれながらね、貨物列車も含めてゆっくりゆっくり時間をかけて岡山、そして最終目的地山陰の出雲市を目指します。ちなみに今日満席のはずなんですが、1号車のグリーン車のファーストシートですね、こちら空いてますわ。今多分次の大阪とかからね、乗られるんでしょうね。大阪とか、三宮、神戸、こういった駅からもね、乗車することができます。最後に乗車することができるのが神戸かな。そこから先は、降車駅とかになると思うんですけども、これがね、ファーストシートになります。
まあ、あのフラットにすることができる座席ですね。こちら以前ね、新宮銀河の時に紹介してるんで、もしよかったらねそっちで動画確認してみてください。これもめちゃくちゃいいのよ、うん、これはあの通常のグリーン車指定席と同じぐらいの料金でね利用することができます。個室ではないんだけどカーテンがついてるんで、ほぼ個室の状態をね作り出すことができます。ということで車内入りました。6両編成の銀河号で2号車と3号車がですね普通車の指定席になります。はい、今日はさすがのもう晴れ休みも終わり月曜日ということでかなり空いてますね。ただまあ1号車と6号車のグリーン車の設備はすべて埋まってて、5号車のクセット、いわゆるその普通車の伸び伸び座席、まあ、ご老年できるような、ね、座席になるんですけども、そこも埋まってました。指定席だけ空いてるって感じかな、まあ、こんな感じになってます。4号車はフリースペース優勢となっていて、誰でもね使うことができるエリアですね。でこちらが2号車になります。もともとね銀河号の2号車っていうのは女性専用だったんだけども、まあ、女性専用の設定ねなくなったってことはないんだけども、1両丸々女性専用っていうのはなくなったんですよね。一部座席だけ女性専用っていうね扱いになってるんで、まあ以前と比べて男性が利用することができる設備増えました。まあ、今回僕はですね1つ後ろの3号車を利用するんですが、全くねこの2号車の設備と同じ座席になります。リクライニングシートですね。リクライニングシートでは普通車ではあるんだけども、シートピッチはグリーン車並みに広くて、まあ、長距離ね利用することを想定して作られている超快適な座席になります。下カーペットだしね、これ本当これもグリーン車でいいんじゃないかと思うぐらいね、座席の設備としてはレベル高いです。実はですね2日前にも銀河乗ってるんですよね。2日前出雲市から京都で銀河乗ったんだけども、その時も動画撮ってないんですよ、疲れてたんで。ちょっと今回はちゃんと動画撮ります。以前ね出雲市から京都までの山陰銀河は動画で紹介してるんで、もういいかなということで撮らなかったんですよ。ちょっとまだねここはあのファミリーキャビンっていう、その家族連れとか、また友達同士とかねグループで利用される方向けの設備なんだけど、これも結構いいんだよね。ちょっとこれ乗ってみたい今度、まだ乗ったことないので、まあ、こんな感じで本当に素晴らしい夜行列車ですよ。銀河号に関してはね何回乗っても飽きない。というわけで座席に着きました。2プラス2のシート、おそらく今日ね隣来ないと思います。1人でね2席使えるんじゃないかな。明日の朝出雲市には9時39分着ということで、まあ、約12時間のね乗車時間です。今回3号車の一番 A 席ということで一番前の座席です。各座席コンセントもちろんついてます。足元これよ、届かないぐらい広いからね伸ばして、本当に普通車のレベルを超えてる座席です、うん、クシェットもいいんだけど、個人的にねこのリクライニングでも隣いなかったらねめっちゃ快適に寝れると思うよ。まあ、クシェットだとあのサンライズ号のドミドミ座席とか、あとはあの船の雑魚ねあるじゃないですか、フェリーとかのね、ああいったのを想像していただけるといいと思います。まあ、以前紹介してるんでね、もしよかったらそちらの動画確認してみてください。4号車のフリースペース優勢という場所にやってきました。ここに関しては誰でもね利用することができる区画になりまして、まあ、イベントが、ね、行われたりもするし、夜間もここの号車に関しては限定しません。なので、まあ、グループで利用されている方とかね、ここで、まあ、ペチャペチャおしゃべりすることもできます。あのサンライズ号とかについてるラウンジってね、すぐ横に寝台個室があって、夜中とかはあまり喋らないでくださいみたいなこと言われるんだけど、ここに関してはもう完全号車分けられてるんで、まあ、ある程度ね夜中でも、まあ、それどんちゃん騒ぎするのはねあれですけども、普通に会話するとかだったらね何ら問題はありません。あとはまあリクライニング席とか、まあ、クシェット利用されている方がね気分転換にここ来て食事したりとか、そういった利用も結構目立ちますね。まあ、グリーン個室とかファーストシートに乗ってる人はね多分自分の座席とか自分の部屋にいることが多いと思うんだけども、普通車を利用している方はね、やっぱり気分転換にねここ来られる方多いんじゃないかな。はい、ということで次の停車駅大阪ですね。はい、こんな感じになっています。ちなみに切符の予約とか普通にあの緑の窓口でできるし、 E5 予約ネット予約も全然簡単にできます。トワイライトエクスプレス水風四季島七つ星とかカシオペア機構のようにねどっかの旅行サイトを経由してとか、そういったことは一切ありません。普通の特急列車もうサンダーバード号とかとね同じような乗りで予約することができるのがこのウエストエクスプレス銀河です。ということで大阪に向けて出発です。新大阪駅で約10分間停車時間があったんで、もうねいろいろと動画撮れてよかったです。次の大阪でもまた10分弱停車するのかな。
まあ、こういった新大阪とか大阪みたいな駅はね、もちろんコンビニとか売店あるので、まあ、そういったところで、ね、買い出しとかすることもできますね。列車は淀川を渡っています。今放送でもあるけど、この銀河山陰ミュージアムっていうのが開催されてて、伝統工芸品とかがね、いろいろと展示されてます。まあ、もちろん撮るのダメですよ、持って帰るのはね、はい、JR の備品ですから。こういう写真撮影ボードとかもね、用意されています。もう本当におもてなしがすごいのよ。安いのにここまでね、いろいろとやってくれる列車ってないよ、他にほとんど。いろいろと、ね、展示されています。ということで、列車も間もなく大阪に着きます。列車は西日本最大のターミナル駅、大阪駅に到着します。もちろんウエストエクスプレス銀河大阪駅で乗降扱いを行います。あ、大阪で、ね、降りることはできません、出雲市行きの銀河に関してはね。なので京都大阪で乗るとかそういったことはできないんですよね、さすがにちょっと距離が短すぎて。少なくとも伯備線の庄山から先が降車することができる駅になるのかな。大阪から乗られる方はね、結構多いと思いますよ。ました。大阪です。列車は大阪駅に停車中です。大阪駅では7分間の停車時間があります。ウエストエクスプレス銀河出雲市行き、この出雲市の文字をですね、大阪駅で見ることができるのはこのウエストエクスプレス銀河運転日と、あと臨時のサンライズ出雲91号が運転される時だけですね。定期サンライズ出雲号の出雲市行きに関しては大阪駅は運転停車の扱いで乗降扱いを行わないので、ホーム上の、ね、電光掲示板に表示されることはありません。で、大阪を出ると、まあ、次はね、三宮、そして神戸と止まっていきます。この先もですね、JR 神戸線、正式名称でいくと東海道本線ですね、を途中の神戸まで走り、神戸からは山陽本線に入ります。20時28分になりました。ウエストエクスプレス銀河号は帝国通りに大阪駅を出発です。次の停車駅は三宮。夜の東海道本線の旅の始まりです。117系なんで、もちろんモーター音とかはね、国鉄時代の轟音がします。ただし夜間はですね、運転停車っていうのを長時間行ったりするので、実際睡眠のね、妨害になるかって言われるとそこまでです。で、一応今このいるね、4号車に関してはモーターがついている号車なんですけども、まあ、できるだけね、モーターがついていない号車にこの客室とかそういったのを振るようにしているので、まあそんな気にする必要ないと思いますよ。大阪駅を出発して約5分、列車新大阪ではなく尼崎を通過しています。福知山線はこの尼崎から分岐、引き続き東海道本線を走ります。
ちなみになんですけども1号車6号車がねグリーン車になってて、1号車が先ファーストシート、少しね外から見ましたけどもあれになってます。で6号車が、まあ、以前も紹介しましたねプレミアムルームというグリーン個室なんですよね。で1号車に関してはその号車自体グリーン券持ってないと立ち入りできません。なので今回僕入れないんですけども、今ね6号車にいます。6号車のグリーン車に関しては全てが個室になってるんで、6号車のデッキとかね通路使うことできます、普通車の乗客もね。でさらにね6号車の一番後ろ、まあ、今回はね後面展望になるんですけども、そういったフリースペースも用意されてるんですけども、そこに関してはね普通車利用している人使うことできます。このフリースペース水星というやつですね。でこれがねグリーン個室への通路なんですけども、合計5部屋用意されていて、2人用が4部屋、1人用が1部屋用意されてます。マジでグリーン個室いいので、あのもう全部いいって言ってますけども、本当全部いいんですよこの列車の設備ね。本当に乗ってほしい、グリーン個室もね。ちょっとまた今度山陰銀河のグリーン個室もね切符取って楽しみたいと思います。はい、まあ、この辺りは北陸線になっていて、今の時間帯新快速とかねバンバン走ってるんですよ。もちろんね新快速や特急が走る外側線をこの銀河号も走ってるんですけども、ちょっとこのモーター音を聞いてほしいな。この列車と列車の号車間を結ぶところに立つ開くとね結構下からモーター音聞こえてきます。この部分がねすごいね、うん、ただこのドアが閉まるとこんな感じで一気に静かになるんですよね。でこちらが一つ前の5号車クシェットの号車になります。本日は満席です。今の時間帯はねまだまだ皆さん起きてるし、4号車のねラウンジに行かれてる方もかなり多いですね。2段ベッドがねずらっと並びます。4人用のブースみたいになってるんですよね。列車は東海道本線と山陽本線が切り替わる境界駅神戸駅に停車していました。今ですね2号車に来てるんだけど、今回2号車リクライニングシート誰も乗ってませんね。ここもともとね女性専用号車だったんですけども、今はね男性にも開放されてます。2号車にしといたらよかったね。あ、ブランケットの貸し出しとかはこのリクライニングシートでもねあります。ということで神戸を出発、次の停車駅は西明石です。出雲市発京都行きの銀河に関しては西明石止まらないんですけども、京都発出雲市行きの銀河はね西明石停車します。で乗車扱いを行うという形ですね。列車はですね先ほど西明石駅を帝国通り出発して、次の停車駅は姫路になります。でこの列車なんですけども、西明石まではね高速の新快速から逃げるように高速で走ってきましたが、西明石から姫路かなり時間かけて走ります。っていうのも23時15分に西明石を出発して、次の姫路には0時40分着なんですよ。1時間25分かけて西明石姫路間走ります。ちなみに新快速とかだとこの区間で大体20分ぐらいですね。なので西明石と姫路の間のどっかの駅で、まあ、長時間運転停車をして、まあ、高速の列車にね道を譲るってことをねするんじゃないかな。で京都発出雲市行きの銀河に関しては月曜日と金曜日発で運行されるんですけども、金曜日発の銀河だと西明石姫路間は30分ぐらいで走ります。23時48分着かな、うん、で姫路で停車時間長めに設定されて、姫路駅名物の招きそばあるじゃないですか、あちらがね特別に深夜営業していて、まあ、銀河のお客さんお金払ってね招きそば夜食としていただくことができます。ただ本日月曜日発の銀河号に乗ってるんですけども、月曜日発に関しては姫路駅でその夜食をねいただくことができないんですよね。姫路駅での停車時間2分しかないので、
なのでその辺はちょっと月曜日発と金曜日発で変わってくるので、姫路駅の招きそばで夜食を食べたいという方は金曜日発のね銀河に乗ってください。もう次ドア開けてね長時間停車するのは翌朝までもありません。午後11時30分になりました。列車は JR 神戸線山陽本線の加古川駅に停車中です。あ、ちょうど反対側に列車来てしまいましたけども、もうこの時間帯から多分大阪に行く列車とかはないんですよね。これ西明石行きの普通列車ですね。やはりこの加古川で長時間停車するみたいです。姫路方面に行くね新快速とかは、まあ、まだまだ運行されているので、後続のね新快速や普通列車に道を譲り、もうおそらく多分0時20分過ぎぐらいまではここに停車してるんじゃないかな。加古川でねドア開けてくれたらいいんだけども、残念ながらドア開けてくれないので降りて外から写真撮ったり、あと加古川駅も多分セブンイレブンとかあると思うんですけど、まあでももし待ってるかさすがにこの時間になると、なのでまあどっちみち降りれたところで特に買い物とかもできないで、でなので月曜発の銀河に関してはもう最後にそういった食事とか買い物できるのは大阪駅の7分停車が最後になるんで、まあ、そこでね買い忘れないようにしといた方がいいですね。ウエストエクスプレス銀河号は新大阪を出発して2時間15分、最後の乗車扱いの姫路駅に停車中です。姫路駅では約2分間停車ということで、まあ、先ほども言いましたけども、金曜日発の銀河号に関しては姫路で1時間ぐらい、ね、停車時間があるので、目の前に見えているこちら、姫路駅名物、招きの駅そば、こちらでね、夜食のそば購入して食べることができます。1949年からなんでね、新巣。ただ本日はもう2分しか停車時間ないし、そもそも深夜営業していないのでね、食べたりすることはできません。で、この姫路で車掌さん交代で、ここから先は岡山車掌区の方が担当。ただもうね、放送は明日の朝までないということで、もうこの後僕も寝ようかな。まあ、ここから先は兵庫県から岡山県への県境越えになるんですが、もう基本的にずっとね、山間部走行するので真っ暗です。次ドアが開くのは明日の朝6時2分 JR 伯備線の岡山県庄山駅、こちらに停車します。ちなみに今乗ってるこの3号車に関してはモハンなのでモーター車ですね。生きる山と書いて次の停車駅庄山です。
今回ね普通車指定席の最前方の座席なんで、まあ、このデッキの部分の明かりがね、まあ、若干入ってきますね。なので完全に暗くないと寝れないって方はアイマスクとか持ってくるといいと思うし、後ろの方の席指定してください、うん、前の席と後ろの席で明るさ全然違ってくると思います。まあ、僕はね全然これでも寝れるんで問題ないんですけどもね。ということでもう今日はねこのまま寝ます。また明日の朝どこで起きるか分かんないけど岡山県のどっかの駅で起きることになると思います。おやすみなさい。おはようございます。だんだんと明るくなってきてはいるんですが、列車はですね2時半ぐらいかな岡山に着いて、2時半もっと前かに着いて、岡山で大体2時間ぐらい止まってましたね。で4時ぐらいに走り出して、で倉敷まで山陽本線を走り、今現在も伯備線の方に入っております。ただいまの時間午前5時40分になろうとしていて、残り20分ぐらいで伯備線鳥取県庄山駅に停車します。明治駅ぶりのドア開放になりますね。庄山6時2分着で、まあ、庄山で、長めの、ね、停車時間が取られてます。伯備線ということで、まあ、まだ暗いですね、まだ完全に日は昇っていないので、まあ、少し明るくなってきたかなという感じです。で、まあ、今回リクライニングシートで寝てるんですけども、まあ、やっぱ寝るのはねクシェットの方が圧倒的に快適だな、座ってる段階だとクシェットよりもリクライニングの方がいいんだけども、寝るとなるとやっぱ横になれるクシェットが勝ります。料金はねどっちも同額なので、クシェットが空いてるんだったら、まあ、個人的には、ね、クシェットをおすすめしたいですね。はい、というわけで、おお明るくなってきた。もう普通に3時間ぐらい爆睡してましたね車内で。ということで列車は庄山駅を目指してます。6時2分です。帝国通り庄山に着いたんですが、あいにくの天気ですね。まあせっかくなんでちょっとね降ります。気づいたら全員降りてましたね。はい、こんな感じですでに車内は明るくなっております。まあまだあと3時間半ぐらいありますからね。最前列はねやっぱ足元かなり広々してるんで、まあ、リクライニングシート足元の広さを取るんだったら最前列おすすめですね。まあ、あの2列目以降もグリーン車並みのてかグリーン車以上のシートピッチは、ね、確保されています。降りましたけども普通に結構雨降ってるな。しかもめちゃくちゃ寒い。僕あのこのままね日本を出国するんで、暑い国にまた行くから今回長袖1枚しか、ね、持ってきてないんですよね。パーカーとかも持ってきてないんで普通に寒いわ。ちょっとごめんなさい、もう車内入ります、寒すぎる。ちなみにこのホーム上でトマトジュースね1本400円ぐらいするのかな、結構高めの濃厚そうなトマトジュース販売しています。僕あのトマト大好きなんだけどトマトジュースはねちょっとあれなんで、ごめんなさい、ちょっと今回買うことはしないですけどもね、まあ目覚めの一杯のドリンクとして飲みたい方はねぜひ購入してみてください。
6時34分になりました。塩山駅を定刻通り出発。羽曳線内次の停車駅はなく、もう次はですね、山陰本線の米子に停まります。大体1時間少々かかりますね。出雲市発京都行きの銀河号だと根宇駅と、あと備中高橋、羽曳線内ではこの2つの駅で、長時間停車して特産品の販売とかあるんですけども、出雲市行きに関してはね、今止まっていた塩山のみですね。まあ二度寝するのもありなんじゃないですか。まだ6時半とかですからね。今日は本当に雨降ってて、せっかくのね、羽曳線の綺麗な景色っていうのも、ちょっと残念な感じにはなりますね。羽曳線を順調に走ってきたウエストエクスプレス銀河出雲市行きは、まもなく伯耆大山に差し掛かります。倉敷からね、ずっと米子線走ってきたこの列車ですが、伯耆大山からは山陰本線の方に入ります。で、まもなく米子ですね。米子で停車時間はね、2分しかありません。で、こちらに関しても月曜発と金曜発で時間変わってきて、月曜発は2分なんですが、金曜発はね、米子で30分ぐらいの長めの停車時間になってます。なので、米子で降りて、特産品の販売とかイベント、そういったのが行われるんじゃないかな。今日月曜発の運行ですから、米子は2分だけの停車、その代わり次の安来駅で長時間停車っていうのが用意されてます。今日は曇ってて、大山は全くって感じでしたね。京都からやってくる山陰本線の線路と合流し、ここから先は山陰本線に入ります。このウエストエクスプレス銀河号は京都駅始発ということ で、しかも京都駅の、ね、山陰本線のホームから出発するんですよね。ただ、山陰本線に関しては一部、ね、電化されていない区間もあるので、これ117系だとそういった電化されていない非電化区間は通ることができません。なので、銀河号に関してはね、目的地は山陰本線の出雲市駅ではあるんですが、東海道山陰本線経由で運行されてます。トワイライトエクスプレス水風とかに関してはね、ディーゼルなんで非電化区間であるね、山陰本線走ることができますね。ということで、列車は伯耆大山の駅を通過しています。まもなく米子に到着です。米子駅で4分間停車していました。米子で降りられた方もいるかもしれません。7時56分米子を出発。次の停車駅は隣の安来ですね。お、キハ47がいます。海線で使われる北郎列車、この転車台も米子名物ですね。お待たせいたしました。今安来です。まもなくね、安来に到着します。
列車は安木駅に停車中です。鳥取行きの特急スーパー松風と行き違い待ちを行います。行き違いというかすれ違いですね。銀河号に関してはこの安木で約20分少々停車ということで、改札の方ではですね、おもてなし特産品の販売とかいろいろ行われていて、1号を使った、食べ物とかお土産とか結構売られてますね。せんべいとか、あと1号のお酒とかね。2日前も来たんですけども、この安木に関しては上りも下りもね、どちらも長時間停車しておもてなしとかね行われます。銀河号なんですが、この駅で後続の特急スーパーマスカゼ、増田行きかなに道を譲ります。こちらも気動車キハ187系です。まあ、こんな感じの見た目のねスーパーマスカゼ号、見た目はねなんかあんま特急列車感ないんですけども、実はめちゃくちゃ速いですからね。山陰本線をぶっ飛ばす気動車です。もうまもなくね銀河号も出発になります。8時28分列車は安木駅を出発です。そうだ、ちょっとお腹減ってきたんでね、安木で羊羹買えばよかったね。安木名物の羊羹も売ってるんだけども、しまった、みんな周りの人それ食べててめっちゃ美味しそうです。まあいいや、あと1時間で終点つくんで我慢します。いや、ほんとね足元が広々してるんで、この起きてる時間帯とかはねリクライニングシートめっちゃ快適ですわ。クシェットはねやっぱずっとフラットの状態なんで座席を起こしたりできないんですよね。なので起きてる時はちょっとねうーんって感じなんだけど、まあどっちもねすごいいい座席ではあるんですけどもね、安いし。山陰本線を回送中のウエストエクスプレス銀河、高架を上り、まもなく島根県の県庁松江に到着します。松江では19分停車時間がありますね。出雲市発京都行きの上り銀河号だと事前予約のお弁当とか事前予約の夜食、そういったのもあったりするんですけど、京都発出雲市行きに関してはねそういったのは本当一切ないので、当日ね乗車前に購入する、まあ、もしくはねこういった大きい駅で停車時間中にコンビニに買いに行くとかになります。ただまあ事前予約の弁当に関しては4日前とかかなまでに予約しないといけないので、当日とか前日に急に思い立ってね乗ろうっていう方はちょっと予約できないんですよね。まあまあそれは仕方ないですわ。てかもう今日全国的に雨だね。もうずっと雨降ってる昨日の夜からね。列車は松江駅に到着します。あ、こちら側に止まるんだ。上り線の方に逆走して入線していってますね。松江駅ではあれかな、特にって感じなのかな。9時5分の発車です。まあいいや、車内で待っていよう。
あ、駅員さんの出迎えがあるぐらいですね。列車は米子駅に停車中ですが、向かい側のホームに出雲市からやってくる岡山行きの特急ヤクモ10号かなが到着します。4月にデビューしたばかりの273系新型車両です。あ、4両だ。まあ、今後ね、伯備線の特急ヤクモ号は全てがこの273系になります。これ同時刻発なんですよね。9時5分発なんで。え、止まった。多分ね、乗り遅れたんじゃないかな。うん、やっぱそうだわ。これ並びの写真を撮ろうとして乗り遅れたんでしょうね。マジでずっと雨降ってるな。この先玉造温泉、新寺、そしても終点の出雲市の順に止まります。列車は最後の停車駅の新寺駅を出発して、もうあとね5分ほどで終点の出雲市に到着します。今回は新大阪からの乗車時間、乗車ということで、だいたい11時間半ぐらいの乗車時間になったのかなでしたけども、あっという間でしたね。出雲市発京都行きの銀河に関しては昼間に出発して早朝に到着するんですよね。乗車時間に関しては京都行きの方が長いです。まあ、今回12時間ほどということで、まあ、それこそ東京から出雲市へのサンライズ出雲号とね同じくらいの使用時間ですね。117系国鉄型の爆音のモーター音とともに大阪から島根県の出雲市までやってきたわけですが、やっぱり何回乗ってもねいい列車です。6月までは山陰銀河として京都と出雲市の間で運行されるんで、まあ、またね乗る機会はあると思います。今回は初めてリクライニングシート使いましたけども、先ほども言いましたけども、普通に起きてる時間帯はねクシェットよりもリクライニングシートの方が個人的には快適かな。寝るとなるとやっぱりね横になることができるクシェットの方がいいと思います。なので、まあ、クシェットかリクライニングで悩んでる方は、まあ、夜行列車ですね、クシェット利用すればいいじゃないかなって個人的には思いますね。直江かな、お、気配120ですね。
終点の出雲市駅に到着です。サンライズ出雲号とね、同じホームに到着ですね。新大阪を出発して11時間半ほど、列車終点の出雲市に到着しました。この列車はこの駅まで、この後ね、出雲支社の方に改装されて、翌日京都行きのウエストエクスプレス銀河号として運転されます。今回初めてね、出雲市行きのウエストエクスプレス銀河乗りましたけども、まあやっぱいい列車です。本当に車内でも最後言ったと思いますけどもね。そう、まあ今度はね、京都から出雲市まで全区間乗ってみたいなというふうに思います。まあ設備ももちろん変えてね。でまた出雲市発京都行きも若干時刻変更とか以前乗った時と比べて行われてるんで、またそちらもね、動画撮れたらいいかなというふうに思います。はい、ということで今回の動画ね、この辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。